よし、じゃあ、まあここは適当でいいよな。どう？ここにもあるから。とりあえず、あ、電気化しよう。電気掘削機だ。電気化しよう。ああ、鉄ののがなくなってる。ちょっと一旦これは一画像なくなってもらって、石炭が、石炭いっぱい手に持っちゃった。わあ、いっぱいあんな。OKOK。で、電気か電気か。電気掘削機を作ろう。掘削を電気化しましょう。3台ぐらい作ろう。1台は銅だよね。銅。2台ぐらいは。どこら辺がいいの？で、足は。これを囲んでしまうんだ。これも囲んじゃうんだ。で、電線をちゃんと通そう。はい、動き出した。で、ロだよね。ロ、ロ。またさっきみたいな感じにしたいな。なんだったら。ここに。ってして。何がしたいの？ 何がしたいの俺。フィルターインサートあるんだ。じゃあ、いいや。フィルターインサート1個作っちゃう。うわ、すごいこれ。超大変これ。1個ぐらいいいだろう。 なんだ1個ぐらいって。例えばこういうふうにして、で、普通のインサーター、こうすると、それは鉄流し出すな。で、ここに。
からびっくりすんだよ。こうだ。で、ここにフィルターインサーター。こいつに、お前は、石炭だけ、運べよと。で、ここを、いい感じで電線届いてた。へい。うん、思ったよりもシンプル。よしよし。そしてすごい、こんな遊んでる間に研究止まってなかった。電線を立てる。いやー、いいね、いいね。いやー、でもこれだとさ、詰まっちゃうんだよな。逆にしたい。ここに、これはいいんだけど。お前の位置悪いな。箱一回置こう。1234。これは高速インサーターにしよう。ここコンベヤの必要なのって気になするけど。電池の位置も悪いらしい。あー、でも結局そうじゃん。これは結局そうじゃん。もったいない。ここうん、結局届かないんだよ。やだなこの近距離にいっぱい立てなきゃいけないの。こんな感じにしよう。これである程度の増設にも耐えられる。なんかちょっとごちゃっとしたな。気持ち悪いな。ごちゃごちゃすんのやだな。電線がな、目立つんだよ、これ。もう、見ない。心の目で見ない。さあ、研究止まってた。作り直そう。はい、片付けました。
これをバーッと伸ばして、こっちに設備作っていこうかな。石の上になっちゃうかな。なっちゃうね多分。まあいいよ。いいの？ちょっとは避けたな。でも石、あ、そうだ、こっちにもあんだもん石。いいよいいよ、この石は見なかったことにしよう。そしたらまず ここ1、違うな、さっき3つにしてたな。こう置いて、これを歯車にする。サイエンスパックと、もうちょっと伸ばす。で、取り込むぞ。2、3、電線が通ってない。繋がってない。暗い。で、銅は OK。今度は歯車か。歯車は後ろから。足りない。鉄足んないんだけど。入ってた。で、出す。入れる。足りない。入れる。で、電線が通ってない。ああ。こうだ。で、多分。歯車。オッケー、できた。歯車の生産スピード遅いな。これボトルネックになってるのは何かって言ったら、こいつなんですよ。歯車の生産スピードにこいつの動きが、インサータの動きが追いついてないんですよ。だから高速インサータにすれば変わるはず。早い。いいね、これで十分だ。生産効率超上がった。なんで止まってるかってさ、できたやつを出す場所がないんだよ。さあ、こっからだ。ロングアームインサーター、これを、こっち向きにして、ここいらん。こっちに出す。ここ邪魔だった。こっちに出す。こっちに出す。オッケー。電気置くところがない。これでいいや。いやー、さっき差し込んでたのがこれでなくなったね、手間が。オッケー。さあ研究を再開しないと。で、ここなんだが、まあ何も考えないでいくか今は。手がここにあるんだから。
1、2、3。電気が通ってない。置いとこう。はい、再開した。よしよし。ちょっと一旦一番こっちのやつに、えい、鉄の生産が追いついてない。ここに鉄が入ってない。じゃあ増やさなきゃ。ここじゃダメだ、邪魔。あーでも鉄の生産落ち着いてないっつったって、ここもう止まったじゃん。まあいっか。電気はどう？あー電気なんか怪しい感じになってきてる。あー稼働状況によってはこれ電気足りてないんだ。今ギリだ、ギリギリギリだ。今これの蒸気機関1個で持つギリギリの生産をしてるんだな多分。で汚染は、まあ、そんなに広がってない。さあレーダー潰しちゃってもいいかな。それとも、いや蒸気機関を1台増やして、その電力分でサイエンスパック2を作る設備を作って、でレーダーも増やすか。そんな感じかな。全然まだまだ序の口だね。